おかしいな。では八乙女回答お願いします。いけるんじゃない。先輩どういう自動福祉士。いやすごい。何が良かったって、あの高木さんがこうヤブさんにね当ててもらった時の喜び方よ。めちゃくちゃ可愛かった。可愛い、ね、あんな30歳いないっす。見たことない俺は。やったーっつって。このゲームへのちょっと印象変わったでしょ。今の一言。初めて楽しいと思いました。よかった。